いつもありがとうございます。ナナシです。では、今回なんですけどね、スカバイで特性調整が入るみたいな噂、こちらの情報がね、来ておりますので、こちらについてね、ちょっといろいろね、話していきたいと思います。というわけでね、スカバイでの特性調整情報のまとめと考察ということで、対戦環境のテコ入れが来るのか、ちょっとね、楽しみですね。というわけで今後もね、ポケモン動画どんどん届けていきたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録、高評価で応援よろしくお願いいたします。ではね、今回の情報、スカバイの特性仕様変更ということで、現在スカバイではね、ザシャの特性など一部の特性がね、バトル中に1回しか発動できなくなるように調整される噂っていうのがね、あります。なので、対戦関係のテコ入れのための特性調整だと思います。で、これね、特性調整されると結局どうなるのかっていうと、現在の対戦環境がね、激減します。で、スカバイの仕様に合わせた戦略など組む必要があったりね、これまでのテンプレ編成とか、ね、まあ強いポケモンとか、ね、使いやすいポケモン、必須なポケモンとかいたんですけど、そこら辺のね、編成とか戦略などがね、使えなくなるため、対戦環境がね、かなり変わっていきます。で、これに対してはね、結局マンネリ防止、そしてね、環境変化にとってもかなりいい挑戦になりそうなのでね、私としてはね、賛成かなと思います。まあ、ただしね、今めちゃめちゃ活躍してるポケモン、例えばね、まあ、ザシアンとかめっちゃ好きなんですよって。でも今回の調整でちょっとザシアン使いにくくなって、ちょっと嫌だなっていう、まあ、そういうね、まあ、今回強かったポケモンが、まあ、弱くなる。まあ、はっきり言うとね、まあ、そういう調整が来ておりますので、そこでね、まあ、その元々のポケモン好きだった人、ね、めちゃめちゃメインで使ってた人が、いや、どうしようみたいな形になるかもしれないんですけどね。まあ、これに関してはね、対戦環境ね、やっぱりね、マンネリ化対策一番大事なので、ちょっと仕方ないのかなと思います。ではね、ここからはね、より詳しく見ていきたいと思います。まあ、結局じゃあザシアンどうなるのか。こちらなんですけどね、場に出た時に攻撃力が上昇することで、攻撃力はね、1.5 倍になります。で、こちらがね、場に出た時1回だけ発動だと、2回目以降ね、今のね、3分の2の攻撃力になります。なので、今まで倒したポケモンがね、確実に倒せなくなるので、ソードシールドよりも使われなくなりそうです。で、ザシアンに関してはね、過去にね、動画2、3本上げております。ね、どういう風な調整したらいいのか、みたいなね、動画も上げておりますので、ぜひこちらもね、見てください。で、ザシアンはね、調整された結局どうなるのか。これなんですけどね、ザシアンは使用可能期間中、現在ね、シングルバトル、ダブルバトル、両方でトップ10に入るとんでもない強さとなっております。で、もし調整が入ってもね、使われると思います。が、今ほどはね、確実に使われなくなります。なので、結局使う人は使うし、使わない人は使わない。今までよりはね、使われなくなると思います。まあ、なんで、まあ、ぶっちゃけザシアン弱体化、となると思います。で、他にもね、調整されのそうな特性。現在ね、まあ、ザシアンなどって言われててね、まあ、ザシアンぐらいしか分かってないんですけど、まあ、ザシアンが調整されるんだら、ここら辺の特性もね、調整されるんじゃないか。まあ、そんな特性、ちょっとね、話していきたいと思います。で、こちらなんですけどね、場に出るたびに相手全体の攻撃力を下げるね、威嚇。これも強力です。そしてミストメーカーなど、フィールドを変化させる特性っていうのはね、調整されるのかなと思います。で、威嚇に関して、こちらね、相手全体の攻撃を下げる特性となっております。で、ダブルバトルでは相手2体のね、攻撃を場に出るだけで下げられるのがね、強すぎます。で、ダブルバトルでね、威嚇めちゃめちゃ強いです。なので、ダブルバトルでは威嚇持ちのポケモンが対戦環境のね、中心的存在となっております。で、ダブルバトルの威嚇の影響のね、大きさ。威嚇なんですけどね、シングルバトルに比べダブルバトルではね、物理アタッカーが特殊アタッカーより弱いと言われてる理由の一つとなっております。まあ、攻撃力下げられるからね、それだとね、物理使うより特殊アタッカーの方が威嚇対策になりますよね。で、3分のね、ダブルバトルでは威嚇持ちのガオガン、レイジュランドロスと威嚇が効かないね、メタグロス以外は特殊アタッカーがね、多かったです。まあ、なんで威嚇が効かないやつはもう威嚇対策にもいいんですけどね。威嚇持ち。以外だと、まあ、威嚇対策で特殊アタッカーにしよう。まあ、それぐらいね、威嚇強いです。なんで威嚇があるだけで使われるポケモンとかもいました。ダブルバトルでは威嚇あるだけで採用される。まあ、威嚇を使って戦っていく。んで、相手の行動ね、あれです。怯えさせ、ひるませて、妨害できます。ちょっと待ってよ。ちょっと滑舌が。相手の行動を、ひるませて妨害できる猫だましと威嚇を両方持ってるね、ガオガエはね、ザシアン以上にね、使われておりました。妨害&、まあ、妨害、デバフを負ける。
っていうね。まあね、威嚇持ってるだけでも強いし、妨害持ってるだけでも強い。ね、ガオエオンっていうのはね、めちゃめちゃ使われてたポケモンとなります。で、威嚇ってね、重ね掛けもできるんですよね。なんで威嚇は重ね掛けもできるので、ガオガエンとレイジュ、ランドロスを両方入れることもね、ありました。まあ、とりあえず威嚇使っとこうみたいな。で、威嚇ってね、重ね掛けしやすいんですよね。で、ガオガエンやね、レイジュ、ランドロスは、自分から控えに戻れる、トンボ返りをね、覚えるので、何度も威嚇をね、発動させやすいっていうね、特徴があったので。なんで、対威嚇対策。まあ、それだったらもう対策する特殊アタッカーになるよねっていう環境でしたね。で、バトル、ね、こちら威嚇がね、バトル中1回になったらどうなるのか。ね、威嚇がね、バトル中1回だけになるとね、間違いなくダブルバトルの対戦環境が変わります。特にね、特殊アタッカーメインの編成が物理アタッカーを視野に入れた立ち回りができるようになるので、ね、いろんなポケモンがね、使われるようになります。で、威嚇とね、ダブルバトルはルビサファでね、一応初登場した仕様となっております。で、ルビサファの中で登場した特性の中に威嚇もあったので、まあ、運営としては想定してたのかな。まあ、ただし想定以上に使われてるのかな。まあね、このね、威嚇に関してもね、調整。まあ、ザシアンがね、調整入るなら、威嚇に関してもね、私は入ると思っております。ダブルバトルの評価は威嚇前提ということで。ダブルバトルはね、威嚇がバトル中に何度も使えることが前提でポケモンが評価されております。なので、その先手がね、崩れるので、対戦環境がね、とんでもなく変わる可能性っていうのが高いので、まあ、ぜひここは逆に調整入れてほしいかなと思います。で、フィールドを変化させる特性、こちらなんですけどね、フィールドを変化させてから5ターンでフィールドが消えるか場に出し直すとまたね、フィールドを変化させられるっていうね、特性があります。で、フィールドのね、効果を受けないポケモン。こちら、飛行タイプのポケモンや特性冬のポケモンにはフィールド効果はないので、このフィールド効果に対しての、まあ、メタっていうのはね、この効かないポケモンとかになります。で、フィールドを変化させたら結局どうなるのかっていうと、状態異常がね、無効化されたり、先制技がね、無効化されることで、オニビア、電磁場などの妨害技の効果がね、なくなります。まあ、なんで、妨害技対策にして、妨害技対策っていう意味ではいいんですけど、逆にね、まあ、相互の妨害技とかをね、メインにしてたポケモンっていうのがね、今までよりね、使いづらくなります。まあ、使いづらくなりました。かな。まあなので、妨害対策、フィールド変化。まあ逆にこれが一回限りになくなることで、まあ違う妨害対策をしないといけなくなる。っていう風なね、変化が起きます。で、フィールドはね、場に与える影響がね、めちゃめちゃ大きいです。フィールドは敵味方両方に効果があるので、ダブルバトルだと最大4ターンに効果があります。5ターン続くので、相手もね、長く妨害できて強いです。なんで、ここにテコ入れをすることで、妨害対策でバトルのテンポを良くする。みたいなね、効果もあると思います。で、技がね、無効化できることの強さ。これなんですけどね、相手の技を無効化できると、相手の行動回数をね、減らせます。で、ポケモンは基本的に1ターンにつきね、1ターン、1回しかね、攻撃できないので、技を無効化されるのは1ターンの間何もできなかったのね、同じとなって、めちゃめちゃね、効果がでかいです。なんで、フィールド変化技っていうのは、相手無効化という意味ですごくね、活躍する技です。技っていうか特性です。で、いるだけで行動にね、制限がかかります。ポケモンなんですけどね、6体の中からね、選んでバトルします。基本的には。じゃあ、技が無効化される可能性があると、その技をね、使いづらくなるので、最初にこの敵のポケモン、敵のポケモンはね、見れるので、相手にも自分のポケモンバレます。で、その中からどういう組み合わせで戦っていくかっていうのをね、考えるのがね、楽しいので。なので、そこでね、特性持ちとか、いたら、まあ、例えば先ほども言ったように威嚇持ちとかいたら、まあ、その威嚇対策で特殊アタッカーとか。で、ここのね、心理戦があるんですけど、それがね、できる。まあ、敵に対しての行動の心理戦。ここにね、すごく効果があるので、無効化できるポケモンがいるだけで行動にね、制限かけられるので、まあ、制限かけた上で逆に、まあ、見せるだけみたいな戦い方もできるので、もうこのね、心理戦っていうのがポケモンの対戦すごく面白いんですよね。で、状態異常ね、無効化できる。こちらなんですけどね、状態異常無効化できることで、相手の妨害を気にせず行動できます。まあなんで相手の妨害技を、もう気にしなくていい。ね、攻撃力下げたりとか、ね、やけどとか、素早さを下げつつたまに行動不能にする麻痺などを防げるのはめちゃめちゃ強いです。で、先制技、こちらもね、無効化できる。これ、ポケモンではね、素早さに関係なく先に動ける先制技がね、存在します。
で、その先制技はね、無効になると完全なね、素早さ勝負になるので、まあ、先に動けた方が有利ですよね、基本的に。なので、先制技を考えずに行動できるということで、スピード特化の編成。まあ、スピード特化、スピードに全振りしたポケモン。なので、まあ、先手必勝みたいな形で倒すこともできます。というわけで、フィールド特性のね、強さ。こちらなんですけど、状態異常無効やね、先制無効など、場に与える影響が大きいのに、簡単に効果をね、発動できて、張り直しもね、できます。で、簡単に使えるのに、メリットがね、多すぎて、めちゃめちゃね、対戦環境で大事なものとなっております。で、こちらのね、フィールド変化特性で、バトル中1回だったらどうなるのか。ね、フィールドの張り直しがね、できなくなるっていうことで、まあ、5ターン耐えたら、もう気にしなくていい。なに、その5ターンで、戦い切る戦略を立てるのか、逆に言うとその5ターンを耐えるような編成で耐え切った後もボコボコにするのか、そこでのまた駆け引きっていうのが生まれるので、もしかしたらね5ターンも3ターンとかに変化するかもしれない。なのでフィールド変化に関してはね、まあ、対戦環境を変化させる意味でもね、まあ、ぜひ調整入ってほしいかなと思います。で、張り直しできなくなるとどうなのかね、フィールドを長くする持ち物ね、特性でフィールド張った時いつもより長く残る。こちらね、持たせてもね8ターンしかねフィールドが維持できないので、まあ使われなくなりそうかな。5ターンって言うとね結構短いからね、張り直しできるからこそ良かった。そこがなくなっちゃうとどうなのか、逆に、まあ、使われなくなるから逆に使ってメタルみたいなね戦い方もあるので、まあ、本当ねいろんな考え方ができるようになる。考え方が固まらないので、すごくいい調整になるかなと思っております。で、対戦のね、経過時間について、こちらなんですけど、対戦ではね、お互いに有利な技を打ちながら、交代して HP を削っていくとね、10体以上かかります。結局ね、ポケモンが交代しながら戦っていくから。なので、結構ね、対戦長くなったりします。なので、今の対戦でもね、複数回フィールドを張り直すことがね、多いので、まあ、この経過ターンが、特性張り直しとかがなくなって、まあ、より戦いやすくなった時に対戦のテンポも上がるのかなと思います。なんかね、あの嫌がらせで時間経過でギブアップ、あの通信切れ狙うみたいな戦法昔あったかな。なのでね、張り直しこれどうだろう、ぜひね調整入れてほしいかな。で、過去にね、じゃあこういう特性調整が入ったことあるのか、これねあります。で、ポケモンはね、作品が変わるごとにね、大幅な調整を入れることが多いです。で、メガガルーラ。こちらね、調整前なんですけど、XY ではね、メガガルーラの特性、親子愛。こちらね、攻撃後に 0.5 倍の追撃、追加効果2回発生でとても強かったです。ね、調整されました。サンムーンでね、親子愛に調整が入り、攻撃後の追撃はね、0.25 倍になり弱くなりました。まあ、なんでね、調整、弱くなってる調整ってのあるんですけどね。まあ、結局メガガルーラに関してはね、調整入ってもね、使われてるぐらい強かったんですけど、ね、調整入って使われるぐらい強いっていうことは、調整入る前めちゃめちゃ強かったってことだよね。こんな感じでね、やばい人たち、やばいポケモンたちっていうのはね、調整入ってくので、今回の調整どうなのか、入る可能性ね、すごい高いと思います。やっぱり対戦ってね、ポケモンほんとすごい面白い要素なので、まあ、ぜひここね、どんどん調整入れて、回してほしいかなと思います。なので実際に来る可能性はありますか？メガガルーラ XY で初登場してからサンムーンで調整されるまで、ね、ずっと使用率1を維持し続けたね、XY のザシアンみたいな存在となっております。で、ザシアンがね、調整されるのはね、まあ、現在ザシアンの使用率めちゃめちゃ高いのでありそうだと思います。で、威嚇とかね、フィールド、ね、変化特性も登場してからかなり使われ続けております。で、特に威嚇に関してはね、20年近くずっとね、ダブルバトルの環境の中心にいる仕様となっておりますので、まあ、ここをね、調整入ることでダブルバトルの活性化。ね、フィールド特性に関しても、ね、変化入って、バトル中1回だねの発動になった時、対戦がより面白くなるかもしれないし、まあ、変わった結果なんかで、ね、もう逆に固定されて面白くなくなるかもしれない。まあ、ただしね、調整っていうのはやっぱり大事だと思うので、ぜひね、対戦楽しみましょう。というわけで、ね、まとめといたしましてはね、さらに対戦がね、面白くなりそうな情報だったかなと思います。やっぱりね、対戦、ポケモンで本当ね、大事な要素なので、ぜひね、皆さんも、まあ、ちょっとね、あれですね、対戦やったことない人、今後ね、なんかスカバイで楽になるみたいな話なので、気軽に挑戦して地獄を見ましょう。
では、失礼いたします。